ますよ。僕からアドバイス。本当か？え？でどうよ、イブから見て俺の泳ぎっていうの。やっぱさ、夏だし、いろいろとな、あいつもいるしな。なんか結構な気合いなんじゃないの？北島康介選手に頭一つって感じですかね。北京には間に合うな。はい。2分10秒です。本当？いい感じかな。本当なの？で、鍛えれば外した時にほら。の、そうですね。水の申し子って感じで。何それ？何それ？こうやって重りをつけ。私お邪魔？お、音楽的にあれやってみようか。ああ、そうですね。よし。ねえ、もしかして。さすが響さんって感じなんで。ねえ、教えて。はい、行こう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 。一緒のクラスだったから。ああ、でも本当美味しいですね。ねえ、なあ。ありがとう。ね、はいはいはい。あ、ない。あ、じゃあ俺買ってくるよ。あ、大丈夫です。大丈夫？どうぞどうぞ。大丈夫だから。あるわけないでしょ。ちょっと何すんすか、田舎さん。おい、ひとみ。アベック。アスムはさ、そういうとこ、なんていうの、推しが弱いっていうの。その子たちは二人で用があるから。あー、じゃあもうそっちはラブラブになっちゃったのかな。他にも二人同級生と一緒に来てたんだよ。キコちゃんとカツオくんね。はい。デートって、あれ、あ、
違うんです。家族ぐるみでデートしてたってことなんですね。ひとみちゃんは小さい頃からアスムくんと。よいしょ。はい、すいません。ちょ、大丈夫？あの、お茶買ってきたんですけど。ああ。トミー。あ、お兄ちゃん。探したぞ。いや、彼氏とかじゃなくて。俺も前によくその辺に出没してたんだけど。そうなんですか。あ、じゃあ今日は彼氏とかと一緒に来たの。え、柴又から？はい。マジで。へえ。さばきさん、復帰されたばかりなのに。じゃあ俺そろそろ行きます。うん。あ、たまにはお店にも顔出して。あ、すぐ先輩たちにな。まあまあまあ、もういっちゃう。だよ、そんないちいち熱くなんなくたってさ。適当にって、トム、お前そんなんでいいと思ってんのか。今は何ってわけでもないんですけど、まあバイトしたり適当に。まあな。で、トム君はどんな感じなの？ええ、まあ、もしもし、もしもし、はい、立花です。もしもし。はい、どちら様ですか？まあね。でも、伊吹さんはそんなことにはならないですよね。ありがとうございました。それが君の秘密、誰にもできないこと見つけ出せ。キックピーキーピョンピー、心が震える場所探して。透明になったみたい。